小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人に健康被害が出ている問題で愛知県内の保健所に寄せられた健康被害に関する相談件数が先週金曜日の時点で100件に達しました倦怠感や貧尿などの症状を訴える相談が寄せられているということですまたこの1年間で愛知県内に住む 40代から80代の男女13人が入院していたことが、県の調査で分かりました。そのうち12人はすでに退院したということです。県内では、紅麹原料を使った商品を販売していた8つの事業者が自主回収を進めていましたが、うち1つは回収を終えたということです。